では今から、私がたどり着いたベスコスでメイクをしていこうと思います。まずベースです。エトボスミネラルインナートリートメントベージュのベースのラベンダーベージュです。匂いが好きで、他のと比べてなんか結局朝とかメイクしようと思った時にこれをなんか手に取ってしまう感じがあります。それがなんか逆に感覚的にいいってことなんだろうなと思っております。で、他の下地は私はあともう一個ナチュラグラッセのピンクの下地を持ってるんですけど、色がやっぱり補正ちゃんとピンクでなんかこう血色感が出るなっていうのはそっちです。こっちの方が血色感が出るなって思うんだけど、なんかこの匂いとかあとこの適度な保湿感、ナチュラグラスの方がもっとすごい保湿って感じです。そう、こういう感じ、あーって感じ。あと買ってみたのはこのセザンヌのホワイト。これはね、ほんと真っ白になる。ほんと真っ白になって。よくわかんないけど、なんでこんなに真っ白にすると K-POP アイドルっぽくなるのか、わかんないけど、すっごい K-POP アイドルになります。これ使うと。びっくり。はい。で、ファンデーションは、すごい、もう、これ大好き。MYMC の、ミネラルリキ、ミネラルリキッド。ミネラルリキッドばっかりだね。これミネラルインナーだった。ミネラルリキッドトリ、リキッドミネラ、ミネラルリキッドリーファンデーション A です。 MIMC のこれさ、すごい発明じゃない？ここをさ、プシュプシュってやると出るんですよ。だから手を汚したくない人はこうパフで取れるし、私はこれは手で取っちゃうタイプ人なんですですが、これなんか染みないし、すっごくいいですよね。このなんかクッションファンデとリキッドファンデの間みたいなこの形状がまたすごく使いやすいなという発見です。で、ロージーローザのパフです。これで伸ばします。多分こう永井香織さんのメイク本をちゃんと読んでいただくと、ちょっと私すごい今適当にやってます。本当はこうナルト沖です。ナルトぐるぐる沖なんですけど、今日はもうなんか絶対にこの後動画を完成させるぞっていう気持ちが、眉毛が消えてしまいました、気持ちがあるのでちょっと雑になっています。うん、大事なものを忘れました。これ今日やらなかったんですけど、毛穴、鼻の毛穴にこのムーのスキンスムーザーメイクベースを絶対に普段は仕込んでおります。これをやると本当に毛穴が埋まるし、テカありません。これ昔も使ってたんですけど、あ、まだあるんだっていうことに感動して、やっぱりそのロングセラーはいいなというのを改めて実感しました。で、コンシーラーはこれです。 MIMC のオレンジの、今はちょっとなんか出てないみたいなんですよ。でも私がなんか何ヶ月か前にどうしてもここのクマを消したい、今ですらこれでも薄くなったんですけど、もっとクマがひどかった、なんかこの辺までクマみたいな時期があって、その時にどうしてもクマを消したくて、クマはオレンジだっていうのを見て、これをねなんかポチッとしてたんですけど、買っといて本当に良かったなと思いました。これでこうクマを消しております。で、これこのセザンヌのチークハイライターめっちゃいいよね。私はここにチークを入れ、鼻筋と鼻の頭にと、ここと、ここ、
からのパウダーをします。3です。3のアドバンスドエリアドバンスドエシリアルスムースオペレータールースパウダー02。これは本当にすごい。一体何が入ってるんですか？これは何なんですか？この粉の正体は何なんですか？意味が分かりません。本当にすごいです。あの、なんて言えばいい、これ何なの、このサラサラになるのに、あのね、粉っぽくならないですよ。なんなの、こう普通さ、小麦粉、粉砂糖とかをさ、あのこうパパパパってこうケーキにさパパパってしたらさ、ね、ああなるじゃん。あのね、粉砂糖さかけたらさ、そこがさ、あのサラサラになるじゃん。てかそれで十分だったはずじゃない、我々あの粉っていうものは。なのになぜこの叩いてたらこのテカリは消えるのに質感だけサラサラになるなんていうテクノロジーがなぜかなったのですか。これすごすぎない？これあとね、ロジーローザのこの筆がねすごい気持ちいい。あの洗ってもこのふわふわ感がなくなりませんでした。すごいです。私はなんかベチベチやってしまうので、あのこう全体は筆にしています。すごいです。3のお粉はマジですごいです。言っとくけど私メイク上手くないですからね。で、はい、アイシャドウはトムフォードです。なんでこんな高いものを買ったかっていうと、あの007のスーツを作ってるのがトムフォードだと知ったからです。いやそれはさ、トムフォード買うでしょ。そんな、いやいやいや、ジェームスボンドのスーツのデザイントムフォードだったらさ、この毎日するアイシャドウはその007でしょって思ってさ、この色味と質はやっぱりどうしてもその価格、色味は分かんないけど、この粉の質ってさ、どう考えてもその材料だから比例するじゃん、価格に。価格とあとそのセンス代でしょ。チームトム・フォードのセンスに私のお目目をお願いして1万円ってことでしょ。で毎日そのアイシャドウを買える人たちのにはもっとこうね、いろんな色があるやつがいいんだろうなって思ったんだけど、私のようなもうこれでいいやって、他にやることいっぱいあるからもうあなたにお願いするわっていう時にはもうあの007の、衣装の人にこう色味は私委任しようって思ってトム・フォードにしました。うん、でここでユキチからの、900円のエクセル。でもね、常磐製薬ノエビアだからね、エクセルってノエビアなんだよ、エクセルはね。これをアイラインじゃなくて、私はこのクレヨンシャドウでグリューってやる、あの永井かおりさんの本に書いてあったやつをやります。ほら、突然目がライブリーになったと思いませんか。私さ、死んでる感じなんだよね、なんか目がさ死んでるからさ、あの ここでさ、私生きてるってやらないとさ死にっぱなしになっちゃうの。この茶色、昔ブラウンメイクをずっとやってたんだけど、なんか影ばかり強くなってもう怖い人になっちゃって、まあなんかさらにその怖さが強化されてしまって、でかといってこのね、じゃあスティックシャドウの有名なやつ使ってみようと思ってこれにしたら、私ほんとアダムスファミリーみたいになっちゃって、あの強すぎるんだ。だから状況によってはいいと思うし、買ったことは損はしたと思ってないんだけど、あのこう私のような不器用でグリグリっていう場合にはこの
エクセルのが超いいなと思いました。でこれやっとけばなんかアイライン引かなくてもいいなっていう、こう目力が出ますし、あの目の周りってもともと赤があるから落ちても変じゃないんだなっていうのを知りました。おー生きてる生きてる生きてる。はい、ここに赤の本当はなんか赤系のアイライナーを入れたいなと思っています。ブラウン、とりあえずじゃあ今日はブラウンのこれを、あ失敗した、いいか大丈夫でした。今日はとりあえずブラウンのラブライナーですね。ラブライナー引きやすいですねやっぱり。はい、これを入れておきます。使いやすいですね、もうずっとこれですね。やっぱりあのこの人一生いるなっていうものは理由があるなって思いました。で開発する方もさ、同じものをさ製造し続けた方がさいいわけじゃん、本と一緒で。だからやっぱいいなと思いました。でさこれ超すごい、これウォン・ジョン先生、ウォン・ジョンヨ先生のマスカラがやばい。これほんとやばい、ちょっと笑っちゃうから、笑っちゃうぐらいまつげ伸びるしのにお洋服なの、超面白いからとりあえずやってみてほしい。これ私グレーです。グレーでも上がりすぎちゃうから、あのグレーでいいと思う。これ黒だとすごいすごいと思う。ほらほらほら、これさ意味が、私普段メガネしてるんですけど、メガネのガラスに当たっちゃってもう爆笑した。普段基本的にお湯、ほらお洋服のものを選ぶのですよ私。だからお洋服ってさそんなに伸びないじゃん。私昔ランコムとか使ってた時はこうバサバサだったから、なんかそういう比較対象なんだけど、こんなにね、だからちょっと手加減してたらなんかびっくりしちゃって、いやーってなりました。そしたら案の定高崎のプラザではこう黒が売り切れておりました。でもみんなあのグレーでいいと思う。ほら見てこんなになっちゃう。で落ちない、落ちないです。色も落ちません。マジですごい。何が入ってるのね、化粧品って何が入ってるの、すごくない、ほらすごい、めっめって感じになったね。はい、そしたら、あ早速あの今日ね、そして眉マスカラ新しいの買ってみた。検討してるものの中で一番安かったという理由で、とりあえずこの K パレットニュアンスブローマスカラフォギーグレージュを買ってみました。なんと800円です。今まで眉マスカラ人生で考えたことがなくて、眉マスカラのことを、だからあの眉マスカラを突然検討し始めたらすっごい面白くて、眉マスカラとりあえずこの一番安かったのを買いました。見てすごいちっちゃい。私は眉毛がワンワンなので、あの時は高子になったといえ慎重に濃くなりすぎないように、でも染め足りないとこがないように、地肌につけないように毛を染めていきます。こうなるしかないよね、眉マスカラ塗るとき。みんなこの顔になってるとさ思うとさ面白くない。あ、おー本当だ、抜け感、うん確かに染まってるけどパリパリパリ感がないんだ、すごいね。私先月てか今月か、今月ヘビーローテーション生まれて初めて使ったんですよ。そしたらもうあっという間に色が変わって爆笑してたけど、もうなんかあのカラーわかる、なんかカラー ここにさメッシュ若者がメッシュ入れるやつみたいな
あのちょっとパリパリになってちょっと笑ってしまう、いろんな意味で笑ってしまって、やっぱりこれはあのちゃんと色をていうか物を選ばなきゃいけないんだなーって。でもあれはさ、もうあれじゃなきゃダメって人がいっぱいいるじゃん。わかるわかる、だってあんなに色変わるんだもん。うん、おーおーおお、あ、いいじゃん、いいんじゃないですか。いい。でもちょっと色の変わりは物足りなかったので、やっぱり今度もうちょっと明るめを買ってみようと思ったけど、あ、でも確かに黒よりは抜け感が出てとってもいいですね。そしてこのアイラインじゃない、眉毛のラインはナチュラグラッセです。これすごいね、柔らかくて描きやすいです。グレーです。永井香織さんの YouTube を見て買いました。私はほとんどあのワン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 がワンワンしちゃうんで、あんまり眉毛は足しません。気づくと大ワンワンになっちゃうぐらいあの描きやすい、すごいよく描けますよ。はい、ほぼ完成しました。で、チーク、このねベージュのチークというものであって、本当に私はあの感動しました。すごい、なんでさ、なんでほっぺたにオレンジっていうかベージュ、え、なんで顔ベージュじゃん、なんでまたベージュになるのと思ってたんだけど、マジでベージュチークってすごいいいで、私はあの30代34歳ベージュチークデビューしまして、非常にいいと思っております。で、これはピンクの部分はハイライトなので、これはここでこの目のねちょっと暗さをさらに消していきましょう。生きてる、私生きてる、はい、あ、生きてますね、生きてます。今日はシェーディングは入れますか。シェーディングさ、するとさ、本当にすごい彫りの人になっちゃうので、シェーディング、ここのキャンメイクのこれで入れます。ここがね、長いので、ここに影を増やしております。これがないと死ぬアイテム、ベレラのリップです。これはもうメイクをしてようがしてなかろうが1日に5回ぐらいは使います、ベレラです。で、私がもう本当にマジすごいと思ったのがリップモンスター 結局リップモンスターはマジですごい。てか何も考えなくても塗れるし、何も考えてなくても色が落ちない。これを1回使ってしまうと、あのもう他の口紅だってすごいのに、これがすごすぎて、あの口紅ってなんだっけってなっちゃう。これが平均値、日本の7になってしまうと、他のものが、え、ちょっと困るんだけど、それが7に平均点になっちゃうと困るんだけどって、あのどう考えても多分なっちゃってる、あのハイパー、なんだこれ、番狂わせペースメーカーが、だってケイトだよ、ケイトでさ、ドラッグストアでどこでも買えるわけ、欠品してるといえ、もう販路がさすごいあるのに、これがさみんなが手に入るようになっちゃったってことは、もう基準値が上がるわけよ、口紅に対する。これはペースメーカー足早すぎ問題だよ。ペースメーカーが優勝しちゃうっていう感じになっちゃいますよね。はーい、こんな感じで、あ、完成しました。ああ、眉毛ね、本当はもうちょっと明るくてもいいけど、でも確かに普通の人ですよね。ここでね、眉毛金髪っぽくなるとすごいね、私多分地元最高味が あのここであの眉毛金髪になると、多分地元最高味がね、このね、常盤貴子さん眉により、多分地元最高味が増してしまいますので、まあこのぐらいでいいよね、多分ね。すごい、眉毛細いとさ、マジでさ、高島屋で買い物してる人感が強まるね。すごい。はい、こんな感じで私が
最近出会ったベスコスでメイクをしてみました。どうでしょうか。あとこれも使ってます。はい、こんな感じです。ではまたお会いしましょう。じゃあねー。